プレゼンツ伊藤圭介のヘイウエスターンはい皆さんこんにちは伊藤圭介ですはいこんにちは平野大作ですえー、7月に入りました7月3日金曜日ということで、はいうん、まあ本当に夏になってくるところなんですけどそうですね <laughs> でも7月に入った途端結構大雨で大変なんですよねはい、はい、ちょっとそうでしたね、うん、今週ねでね、うん、なんかねやっぱりなんていう えー、7月のあ6月の下旬のですね下旬、はい、から11日ぐらい経ったあたり、うん、7月の1日から4日ぐらいの間に雨が降ると、はいうん、大雨になるんだって。 そうなんだってうそう、なんかその通りだなという感じだったですけどね、おととい、水曜日、はいうん、結構、それでも浜松の方は日中、ね、上がってる時間もありましたけれども、でも県内全域に、まあ、6月30日、4月1日とかなり降りましたよね、降り方もね、風も結構吹いたりとか。 あの降り方も弱いときもあるし、風の吹き方も弱いときあるんだけど、突風、うん、だったり、うん、急な雨だったりっていうのが結構あるんでね、うん、気をつけたいですよねで、一気に降ったりすると、やっぱりアンダーパスを通過するときとか、ああ、はいうときが怖いので、はい、車の方も、ね、気をつけていただきたいと思います。うん、はい、はい ということで7月最初のですねウェスタンを始めていきたいと思います。お願いします。はい。この番組は浜松豊橋のお花屋さん花風舎ソイルフラワーズの提供でお送りしてまいります。あまだ時間ありますけどね。<laughs> はい。あ、ま、ちょっと聞いてください。<laughs> ソイルフラワーズプレゼンス伊藤圭介のへー

土曜日は私、沼津で、J3 の静岡ダービー、沼津と藤枝の試合、これ、なかなかいい試合で、藤枝はね、ことし、J2 ライセンスの申請を出したんですよ、これが9月ぐらいに認められる可能性なんですけども、認められて、成績が2番以内だったら、来年は J2 でやれるんですよ。 一昨年年位位だっったたのにに去上がったんですよ結構優勝争いみたいな感じもなって、はい、いい感じで、今年もさらに戦力が補強されてて、すごくいいんで、ん楽しみだなと思って、そうですね、で片や沼津はですね、はい、去年が、えー、J3 に昇格して3年目だったんですけど、一番成績がちょっと落ちてしまったんですよね、はい、で監督も吉田健監督が交代、はい、しまして、ですね、はい、今井正高監督というかつて、 ホンダ FC で<う>当時ホンダ意見だったんですけど、はい、まだ北澤剛さんとかですね石川光さんとか、まあ、そうそうたるメンバーがホンダにいる頃に監督をやってた、はいうん、その前ゴールキッパーで選手だったんですけども。<う> で監督がやってたけど、一番あの J リーグ始まる直前だもんで、はい、で o n d は J 参入しないっていうことだったんで、うん、選手が、いい選手はどんどん鹿島アントラーズとか,とか、はいろ、はいろぬくぬく、そういう時代にやってたから、結構辛い時にやってた、うん、だったんですよ、ね、で、沼津のサッカーをちょっと今度はもう少しボールをつないで、ボールキープしながらやろうということで変えて、おととい、土曜日、あ、土曜日だ。土曜日はそれが ちょっとこうそうしたというか、うんうん、そういうところがあって、1点は藤枝が先取ったんだけども、はい、ちょっとそれっきり、あの藤枝、内容すごく良かったんですけど、うん、追加点がなかったんですよね、うん、そしたら後半の32分になってあの、沼津がコーナーキックから追いついて、<う>でさらにその後ですね、PK 取って、逆転勝ちしたんですよね、沼津にとっては非常に良かった藤枝にとってもですねまだ これからやれるなっていう手応えはね、内容的に十分あったと思うんで、ちょっと楽しみな J3 という感じがしましたそういうことですね。で、FM ハローとしては肝心なですね、そこですよ、J2、中ュビロなんですけど、そこですよ、問題は。28日の日曜日に、京都行ってきました、お疲れ様でした京都といっても、京都市ではなく、京都府亀岡市というところなんですよね、嵐山を越えていったですね、保津川下りの。 あの乗船場がある、船乗り場があるところの横にあって、はいうん、でまあん亀岡駅って山陰本線なんですけど、うんうん、歩いて3分のところにすごいい近スタジアムがあるんで、よく作れましたねそんなところにそうでもね、えーと、今から6年前に、たまたま僕、亀岡に行ったんですけど、そしたら、駅のところにね、そういう。うん、あの 広い敷地があって「はい、スタジアム建設予定地」って書いてあったのよ「んえ何じゃこれ!」と思ったら「京都産画のスタジアム建設です」っ、はい、言うんでちょっとびっくりしたんですけどあれから6年、はいうん、工事は2年だったらしいんですけどあす、ね、工事はあのー、2018年1月 1>、はい、で2020年今年の1月11日に 竣工とということだったんですよねその新しいスタジアムでですね、はい、非常に面白い、うん、そのスタジアムの1階にはあの大河ドラマ館があるという光でゆかりの地なのでそうなんですよで,で一応ネタ的にはいろいろあったんですけど、はい、肝心なほらサッカーを喋らなきゃいけない,いなまあもちろんそうですよとらねその,あの今年から FM ハローはですねあの今年はですね、はい、あのちょっと。 コロナの影響もあってですねうん、うん、できるだけスタッフの人数を絞っていくっていうような形、はい、は J リンクからも言われてるんだけどそれに応えて、はいえー、アウェイの試合は解説なしでやるということで、うん、解説の方もいらっしゃらないんで、はい、まあ私も、まあ、そういうのが初めてっていうわけじゃないんですけどもうん、うん、一生懸命やりましたけど一人しゃべりでね,、うん、でねパターンがねあジュビロの攻撃がね <laughs> 同じことの繰り返しでこれはで苦,苦しくて。うん センターバックからサイドへ出てまた戻って、はい、ボランチに行って戻ってまたサイドに出て,てそこの辺りずっとぐるぐるしてるんだけどラジオだからずっと喋ってるじゃないですかなんか変わらないなっていう感じで、うん、変わらないんだったらなんか光秀の話でもしたいなと思ったんだけど本当に。 斬新ですねそれねそう斬新だと思いますけどホにあそこを紹介する価値があって、はい、本当にそのすぐ近くにその保津川倉田に乗船場があってそこもね試合前に見に行ってきたんですよちょっと早く着いたんでん、うん、あれどっか行っちゃったかなあの僕ね、はい、前に行った時に、うん、あのお城はね駅の反対側に亀山城ってあるんですよでそこもちょっと行ってみたんですけども、はい、で駅のところももうなんかね その頃から、ねうん、あの明智の里ということで、うん、あの明智亀丸君というキャラクターがいてです、ねうん、それの,、ね、あのストラップ、うん、しかもサッカーボールに書いてある、うん、あのストラップを。 ずっとつけて歩いてたんでうんそ,うそれをねわざわざスポーツバッグから外して、はい、あの亀岡まで持ってったんですよ里帰りさせたんですよ <laughs> <laughs> でそんなことやってるからだめだって言われてただけどそういうネタがいっぱいありながらですね喋、はいね、ることができませんでしたね, <laughs> ね残念残念でしたうーん とということで、まあ、でも J リーグ再開したんで、はい、でジュビルに関しては、ですね、この間、まあ、2対0でね、ーピーター・ウタカに2点取られちゃって、やられちゃいましたけれども、はい、もうそれはもう過去のことなので、うん、えと次、岡山と、はい、あの今度、5日の日に、日,ね、日曜日にありますからね、うんうん、でそれまた FM ハローで、はいえー、実況中継ありますんで。うんえー 栗田さんが喋ると思いますけどそうなんですねはい、うん、そうですで、私11日の山口線ホームで喋りますけれども、はい、そのあたりでねちょっとやっぱり盛り返さないといけないなというふうに思ってます、うん、うすね、うん、ただどこでやってもね簡単に勝てるところが、うん、<laughs> そんなにはないまあそりゃそうですよ 1> j 1から j 2に来て、うん、あの隠したとかなんか言ってらんないですよ今 だから気を引き締めて、ですねどうやったらいい形で点が取れるのかっていうところだけに集中をしていただいて、ぜひラジオの前の皆さんも声援を送っていただきたいというふうに思いますさあ、今日はね、メッセージテーマがですね、7月3日がですね通天閣の日ということで、すね私と大作さんも行きました。行きましたねの ね、横にすぐアベノハルカスがあって、はいはい、アベノハルカスから見ると通天閣小さいって思うんだけど <laughs> でもね1912年ね、はい、大正時代だねそれもうもうなんかさ先週も言ったけどね、はい、エッフェル塔の上に じゃ凱旋門の前、先週も同じように、凱旋門の上にエッフェル塔が乗っかったみたいなものをですね大阪人は作ったと、いや、さすがですね、すごい、本当にすごいと思うんですけど、それが今の形になったのは、1956年ね、あれ、戦争であれかね、鉄をあれかね、た多分そうだと思いますけどね、それで解体されたんですよね。 1956年にまた再建をされたと、通天閣っていう名前が、天に通じる高い建物ということで、さっき言ったように、今はちょっと低くなりましたけど、僕だけど、シンボルですよ、そうやっぱり大阪っていろんなとこ行く場所あるけど、一番大阪らしい、その下の新世界、あの辺のやっぱり串カツみたいなね、ああいうのも。 一番大阪らしい感じはするねうつまり大阪の生活がそこにあるみたいな感じの雰囲気がとってもある、はい、いいとこだなというふうに思いますけどもねそんなわけでですね今日は通天閣なんで、えー「七夕より一足早く届け願い事」という、はい、そういうね、えー、お題で,お題で願い事ですね,ねメッセージテーマ頂、はい、い,いておりますけども圭介、はい、さん大好き主婦さんからですね、はい お二人さんコンチネンタルお前誰かと同じじゃないですか <laughs> あなたもコンチネンタルは新しいな、うん、<laughs> お二人さんコンチネンタル最後の方で油断していたらスマホの充電切れが来てしまっていてテーマ聞けずでごめんなさいまたまた、えー、テーマの面白い話は他のリスナーさんにお任せせせ,せのせい、はい、<laughs> なかなか読むの大変なんですよ <laughs> <で S 2> ちょっと調べたら7月3日はソフトクリームの日七味の日波の日通天閣の日って並んでいたのでこの中にテーマありかなあったよあったよね日曜夕方からはジュビロの試合実況お疲れ様こっちも油断していて聞き始めたのは後半からごめんなさいいやー後半なんかも別 もう本当に私の疲れ切ってましたよ別のことは喋りたくてしょうがないからね <laughs> <laughs>、えー、結果は残念でしたね月曜朝刊も残念な見出しでしたね野球も開幕主人は大阪に住んでいたこともあって阪神タイガースファン私は懐かしい GS ザタイガースファン <laughs> いかない情報ねって書いてある <laughs> 本当そうなんですけどまあいいですあのとっても饒舌に書いてくださってますが、うんえー、そんなこんなで六甲おろしをリクエスト なんと沢田賢治さん歌ってますということで、ね、<ー>探したんだよね<ー>さっきね一慶さんと一緒に探したのよこれはないんだろっこおろしがろっこおろし自体がないうん、沢田賢治さんどころか道場洋蔵さんのやつもないしねないですねろっこおろしもね今あの朝ドラのですね古関雄二さんの作曲なんでね、はい、俺はかけたいって思ったんだけどね 残念ながらですねいこの圭佑さん大好き主婦のですねリクエストにお答えすることができませんでしたすいません、うん、しかもテーマも聞き損ねた方なのでメッセージを <laughs> テーマに沿ったものは頂けておりませんけれども、はい、でも最初に読むというね最初に読みましたはいうっかりですいやいや,いや,いや <laughs> 一曲聞いてください1995年の曲なんですけども あのフィーールドオブビューなんですねうこれねあの、セカンドシングルでミリオンセラーになったから、はい、聞くとね、みんな分かるなーっていうふうに思うんですが、作詞がねザードの酒井泉さん、はい、で作曲が小田哲郎さんなんで、んこれはもうザード売り出しコンビみたいな感じで、はいはい、小田さん、結構そういう曲はいっぱい書いてるなと思いますけれども、では聞いてください。フィーールドオブビュー突然 今日の曲名は1995年ミリオンセラーとなりました「フィールド・オブ・ビューで「突然」でしたこれやっぱり今日こう聴いてるとねあ坂井泉さんと織田哲郎さんの感じっていうこの頃ね流行りましたもんねそうですよねこれねコンピレーションのアルバムで「ベスト・サマー」っていうのがあって「オナハロー」にあってで探しといて用意しておりまんですけども 今日来たらそれはなくてさ、困<ら>っちゃって、それでフィールド・オブ・ビューで検索をした、<ら>検索をしたというか、棚から探しただけなんだけど、<laughs> た,うん、たまたま見つかったもんですから、よかったですよね。よかったで、うん、あの便利なベストサマーというね、夏の歌がいっぱい入ってる、はい、コンピレーションアルバムは、どこ行ってしまったんか、誰かが持ってったんじゃないですか、そ<う>書きよねと思って。 リスク1枚ずつ分かれてて2枚なんですよ、はいはい、で片方はあったんだけど片方がないっていう僕は今日あのそこから2つ選んでいたんですけども、うん、それなんでまあ別のところからなんとか探しました <laughs> はいえ浜松のこの方は、はいえー、ラジオネーム有田玉放送局さんからあ,、はい、ありがとうございます,いいいますえー、圭佑さん大作さん毎度毎度,毎度有玉放送局です えー、大作さん毎度に賛同してくれてありがとうございます。<laughs> 賛同したわけじゃないよ。わい合わせてるだけです。うんはい、<laughs> 浜松で久しぶりに新型コロナの感染者が出たようです。今曲の間もね曲も聞いてたんですけど曲の間に大作さんとちょっとそんな話もしてたんですよ。ね。 なんか東京もさ、あいろいろあの50人台だったのが60人台になって今週またちょっと数字が大きくなってるちょっとずつ増えてますね、なんか気になるなと思って、でまああの浜松でね出た新たな感染者の方も、浜松なんだけど、東京にお勤めに行っていて、で戻ってきて症状が出たっていうことで、まあ感染源は東京なんじゃないのっていう、そういう感じなんですけどね。 でもや,、まあ、やっぱり県をまたいで行動することっていうのももう制限がなくなりましたし、はい、そういう意味では、まあ、余計に気をつけないと一人、ね、一人がね、うんうん、だからあの普通に動いてる分には、うん、ほとんど大丈夫だと思うんですよあのちゃんと消毒をしたり手を洗ったりですね、うん、マスクをしたりっていうこともできてればで、はい、やっぱりついこう気が緩んでしまうと、うん、あの密な。 場面になってしまったりする。はい、ね。その辺だけはもう気をつけていただきたいと思います。そうですね。ただまあ、今回の浜松市内でのその感染ではなかった。ですからね。まあね、市内で感染ってことだと、また本当に大変になっちゃって。はいはい、お店もなかなかまた開けたのに、また閉めなきゃとかね。そういうことになっちゃう、大変なもんですから。うん,うん。はい、えー。この暑いのに。 ほとんどの人がマスクして歩いている風景とか異様な感じがしますけどマスクをしているから世界的に見ても感染者が少ないのかもしれないですけどねマスクもね暑いよ、本当に。月曜日、火曜日か、うん、火曜日の朝、月曜日、月曜日が暑かったんだ。 すいませったんですよ、ほで、もうマスクしてると苦しくて、マスクに汗かいちゃって、べっちゃべちゃになっちゃって、でまで、一人でいるときにはもう必ず外してましたけど、そうですね熱中症もね、気をつけてくださいねって言われてますもんね危ないですよ。だからこの場面では大丈夫って時は、外す、こまめにつけたり外したりしなきゃいけないっていうことにはなりますけどね。うん いやーしかしね、あのー、夏だから暑いし、湿度も梅雨時だから高いしね、本当に、あのー、すっきりするマスクがいろいろ裏で始めましたけど、私はまだないので、そう、僕もやったことないから分かんないですけど、うん、で,もでも割とおしゃれなマスクが増えてきたなっていうふうに、ね、思いますけどね、いろ、うん、んな色だったり。こう なんていうの素材がね、違う、大作さんは最初からおっしゃってもの、おしゃれなものを、おしゃれなものをしてますけど、僕もまだね、アベノマスク、うちあるんですけど、まだしてないですけどね、一回しましょうよ、もう、この際、なんか余計暑そうな感じするんだけどなんかね、どうなんですかね、つけてもないから分かんないですけどね。じゃあ、今度、つけていきますね。はい えー、ということで、ね、この、うん、とラジオネーム有玉放送局さんからいただいたんですが、はい、この方のリクエストがです、ねうん、山口百恵さんの「夏開く青春」だったんですけども<ー>うんこれ、いっぱいあるんですよ<へ>山口百恵さんの曲,あ曲はね曲、うん、で,そうですよ、この「夏開く青春」前後の曲も結構あるんですよ、はい、なのにこれがなくて。これだけないそうしかも 山口百恵さんの2枚組のアルバムがあって一回、僕片方見つけたんですけど片方はまた全然別の棚に入っててでそれは見つけたんだけど最初に見つけた方がの方にどうも入ってたみたいなんだけどそれ見つからなくてすいません、本当にね探し物ばっかりしてる感じがするんですけど毎週。もう うん、あの例の曲を BGM でかけながら探してくださいああのののの人の曲あの人曲曲をこの間かけたねね <laughs>、はい、井上さんの曲は、ね、はい、はいえー、ということですいませんでしたであの今日でねやっぱりベストサマーがなかったってさっき言ったじゃないですかロ<ー>レーションの2曲そのベストサラマーというアルバムからかけようと思って、うん、1>, 1曲はさっきの突然だったんですけど、はいうん、もう1曲は 森高千里さんの「夏の日」という曲なんですけども、うん、これもないから当<あ>然この要するに突然と同じのに入ってるのでなくてそれで別途森高千里さんで、はい、棚から一生懸命探してみました、うん、<laughs> 見つけました、うん、はい、聞いていただきましょう1994年,森高,1994年森高千里夏の日。 90年代の曲なんですけども、はい、聴いてると70年代的な感じがしますよね。ねねうん、で詩は森高千里さんが書いてます少し切ない部分もあったりはしますがね。はいうんうん え夏って全部がわーっていう感じじゃやっぱりないかなとではなくてね。うん、まあでも花火があったりお祭りがあったりねそういう夏っていうのはわーなんだけど今年の場合はあんまりそういうのもないかもしれない。そうですね。え花火大会も中止ですよとか、うん、いろいろのあると思うんですよ。そうっすよね。特にこのなんていうの浜松って、はい、あっちこっちで花火大会あるじゃないですか。ありますね。うん、そうするとあの。 あそこの浜松駅前の、ね、バスターミナルから、あっちで花火がある、こっちで花火があるっていうと、うん、そうすると浴衣でみんな若い子たちが集まって、ね、バスに乗って、その花火大会の方に行くっていうのありますよね、はい、だこの辺で言うと、そうですね、やっぱり中野町があったり、有名ですね大瀬町があったりとか。うんはい サナルコがあったりとか、いくつかありますよね、今、舞坂はあれかね、一回中心たなって、ちょっとなんか、携帯変えて復活みたいなね、うでいろんなところでね、ああ古斎はあれですよね、海上花火、古城花火みたいな感じでや今おいでん祭の時にちょっと上げたりしたりしますけどね。やっぱり 夏の夜空っていうイメージはありますからね、うん、そうですね、っねやっぱりね見たいなという、もともと多分あれでしょうね、お盆の頃にあげて、霊を慰めるという、うん、そう,いう,ような、ね、いう意味合いもね、そういう意味合いはあったとは思うんですよね、そういう意味でもね、花火打ち上がるといいなとは思うんですけども。 ねどうなんのか、庭で線香花火だな、たまにはそういうのもいいですそれはそれで、もう風流な感じでね、蚊に刺されないようにスキンガードをして、ですねいもう蚊、飛んでますからね、飛んでる飛んでる、蚊も飛んでるしね、小さい虫、すごくいるんですよ、僕のふるさとには。ああ、まあ、もうなんでね。ちょっと臭かったりなんかしてるとね、やっぱ首とかもね、 とかタオルとかを首の後に巻いて露出部分をできるだけ少なくしないとどっかに虫刺されの跡ができちゃうっていうかねそういう感じではあるんですよね。今週の火曜日もねいろいろもうすごい雨の中あの屋根の下でずっと木切ってましたけど屋根の中切った木のさらに細かくする作業でずっとのコギりとかを使ってたんですけども。 それやってる時もね、うん、雨降ってるせいかそういうい屋根の下に虫が来たからなるのか,か分かんないんだけど、うん、来るんですよ結構、はい、ここでもスキンガードみたいなのこういっぱいやったりとかね、うん、そうなんか殺虫剤みたいなのやったりとか自分が真相になりますよ、殺虫剤を、はい、<laughs> やってると本当に大丈夫かなと思う時ありますよね。うんまあ、でも本当にあの いろいろ気をつけてあの過ごしていただきたいというふうに皆さん思います。まだ今年はハにはやられてないんですけど。あ、ね、ハは痛いから嫌だ。痛いんですよ。ハいるんですけど、今のところまだ僕は被害にはあってません。気をつけないとね。ということで夏の歌でね突然とか夏の日というふうに来ましたけど、今日七月三日はですね、波の日っていうのさっき来たじゃんね。あ言ってましたね。ねソフトクリームの日っていうのって。 でまあ、通天閣の日なんですけどソフトクリームの日っていうのは、はい、1951年だから昭和26年かなう、はい、そうですね、えー、にあのまだその頃は進駐軍がいたんです進駐軍主催のカーニバルがあっアメリカ軍がね行ったんですは 売られてていいたっていうか<ー>そこで初めて日本人が日本で一般の日本人がソフトクリームを食すという、うん、知ったと知ったみたいです何、うん、じゃこりゃその前に偉い人がどっかで食べたかもしれませんけれども、うん、食べてたでしょ一般の人はその<ー>1951年の進、ね、駐軍主催のカーニバルで初めてソフトボ,ボールじゃないソフトクリームに接したというソフトボールじゃない ソフトクリームねそれで京都に行ってたじゃないであのー、車で行って少し早めに着いたんですよね、うんはい、でその時に大河ドラマ館の隣に、うんあのー、休憩所があって、はい、大河ドラマ館もその休憩するところとか、光秀物産展とかね、うん、結構みんなあのスタジアムの1階なの、サッカー関係なしにそこは空いてるわけ、<ー>そ,れでそこでソフトクリームを売ってましてね。<う> <laughs> もちろん食べました <laughs> はいこれねまあちょっとえっと思って言ってから値段見たら、うん、500円だったんであちょっと高いなと <laughs> 思ったんですよ <laughs> まあしょうがないかと思って、うん、で出てきたの見たら、はい、すっごいちっちゃかったんですよう,う,うーんとか思いながらさ、うん、でそれを左手に持ってですね、はい、で食べようと思ってちょっと席の方に戻ろうと思ったら、はい、あ こっちにスプーンがありますんで、これ使ってくださいとか、うう親切に言ってくださったんであ、はいあの、向きをシュッて変えて、判定するとスプーン取ろうと思った時に、<laughs> 左手、ちょっと握力が入ってしまったんでね、<laughs> そしたらね、ソフトクリーム、普通のコーンじゃなくて、なんかね、あのはい、なんとね、見た目、あのラングドシャ風の薄い生地のクッキーっぽくて、はい、さらにすげえ薄いやつなんですよ。 チュッてに握っただけで、ぐしゃってなってしまって、すげえ怪力みたいな感じになっちゃったんだけど、これもう、ほとんど一口最初に舐めただけで、あと全部残ってるやつが、全部手の上にぐしゃぐしゃぐしゃなっちゃって、それでもう、どうしようないんで、うわーとか言って、持ってて、すいませんとかって言って、それをこう、置く、あの箱みたいなの借りて、そこ置いて、で、それでも、 まあなんとか食べようと思ったのをそしたら作り直しますって言ってくれてえ優しい、はい、そうなんかお店には1000円分のあれをさせてしまいましたけども、うん、<laughs> 500円でいただきましたけどよかったですねまあよかったけどね、うん、だからまあ最近のソフトクリームのそのコーンっていうのも、はい、あ変わったんだなって思って勉強しました <laughs> そ,うすね、そんなおしゃれなやつが、でも、別、うん、に見ないですけどそう、そうなんですよ。観光地行った時のの、ね、ソフトクリームにはそういうものもあるので、はい、あのそんなにあの力入れないね。 食べるようにしていいいたただきたいと思います <laughs> 最初から今ソフトクリームを舐めるっていうよりもスプーンとかついてるんで,で、ねうん、その辺のこともチェックして慌ててやらないっていうまあ普通慌てないんそんな、ね、<laughs> <laughs> 俺だけか <laughs> まあそこでそんなん潰したのは僕だけだと思いますけど、ね、多分ねそんな京都の思い出です <laughs> えっとメッセージはね、はい、3代目恋するエルニーニョさんですささんん大作さん 今日サンガスタジアムバイ京セラ <laughs>、はい、今ねその話してわかんないけどね、えー、サンガスタジアムバイ京セラバイ京セラまでが名前なんですよ、はい、正式名称ねそう、うん、いや本当の正式名称は京都府立京都スタジアムなんですけどああなるほどあのネーミングライツで地元の企業で手を挙げたのが、はい、あの京セラなんですよまさにあの京都サンガも京セラなんだけどさそうですよね サンガスタジアムバイウセラという名前うー、はい、ネーミングライツという形になりました、うんうん、はいでそこに行ったわけなんですが、えー、お話の続きはジュビロさいや命まではね <laughs> かけられなかったんですけどねだからか <laughs> いやいやかけろってかか <laughs> いやちょっとちょっとかけられなかったんだよなうーんええー 前半の手元に入ってきた記録だと、し前半のシュート、ゼロだったんだよ。本当ですか打ったことは打ったけど、あまりにもあさっての方に行き過ぎちゃって、シュートとしてカウントされなかったそれもどうかしらそれとか、打っても、すぐ近くにいるディフェンダーに当たってブロックされちゃったりとかっていうのもカウントされないもんで、それで結果的に出てきた数字が前半はゼロだけど ボールキープ率というか、ポゼッション率は65%なんですよ、はい、だからね、ほとんどジュビラは持ってるふうな感じなんですよ、うん、だけどさっき最初に言ったような感じの、<も>あの回し運動、だからね、つらかったです、はい、すみません、<laughs> えっと、えー、選手には圭佑さんの実況の声が届いていたんでしょうかいや届いてないと思いますけど、あのー、今、お客さん入れてないんで。はい 静かですよね。そうですよね。あのう、ジェスリの沼津の時は、あのリモート応援というのがあって。はい、声が聞こえたんですよ。うん、だけど。京都、京都では。それがないので。はい、静かなんですよ。じゃ、聞こえてんじゃないですかね。うん、あのだからね。僕。 実況して自分が喋ってるから気スカかなだったんだけど、フベロ監督の指笛がすごいうるさかったらしいんだよね、それでレフェリーの笛にも似てるからっていうことで、注意されてたんですよ、レフェリーに注意されて、指笛やめてくれって言われて、僕はね、何が起こったのか全然分かんなかったんですけど、そういうことだったんですなるほど。ね、そのぐらい音は通る、声も通るんですよね。うん だけど、ジュビロン選手の声はあんまり聞こえない声を出してないと、アップのとからはそうなんだけど、ちょっと辛口に言ってますけど、だってね、反対側の京都のね、今シーズン入ったベテランの元日本代表の森脇選手が、声出してるんですよ、ここで締めてこうぜみたいな、聞こえるんですよ、それは。そううですなんよあの なぜか、あの僕らの隣の部屋はガラスがあって、はいうん、僕らの部屋とその隣のダゾーンがやったんだけど、うん、そこは窓ガラスがないオープンな放送席なんですよ、いい放送席なんだけど、はい、ガラスで遮断はされてないの、うん、なぜか、うんであの、なぜガラスのあるところで使えなかったかっていうと、J リーグからのお達しで、はい、密なところではやらないでくるっていうこと。で、うん、いうことで、あの僕らの声は、ブランドに届いそうですね。 お互いのの放送席の声も、ちょっと気にしてはいましたけどでも聞こえますよね、普通に。うん、そうでも、ラジオなんで、僕の方は絶対手数が多いというか、<ー>たくさん喋ってるんで、向こうにとってはうるさかったかもしれないけど、僕はあんまり気にならなかったですね、うん、もう夢中で、本当に <laughs>、えー、うん頑張りました。はい えーとハーフタイムでラジオではスピラスピカンを歌う「僕らのプライド」がかかったから後半の反撃に期待をしたんですけどね次回のホーム戦では実力を発揮してもらいたいですとね、はいえー「天まで届け願い事ですけどもジュビリロアタの J1 昇格を願いたいところですがいや違うの J1 昇格を願いたいところですが、うん、やっぱり美人で有名な明日のお嬢さんの幸せを願います」<laughs> <laughs> でいやもう十分幸せなんじゃないですかね書いてるもん 本物の家庭では幸せてんこ盛りかと思いますが会社でも幸せを感じてもらえるように、うん、僕も頑張らなくっちゃっていいですって何を, <laughs> 何を頑張るんだいいですってね淡々と仕事をしなさいそうそうだよお仕事しましょう本当ね。うちゃんとねということでね、えー、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、えー、じゃあね曲書けますかねいきますかえっとね1986年のヒット曲ですはい 小田さん出てきましたうん、うんはい今日1曲目の突然に続いて、えー、また小田哲郎さんの作曲でチューブの曲を聞いていただきましょうシーズン・イン・ザ・サンえー、今日の3曲目になりました、はい、作曲小田哲郎さんでチューブシーズン・イン・ザ・サン、はい、えっと3枚目のシングル1980年,、ね、年にデビューして、はいえー、ベストセラー「サマーというやっぱり「サマーだったんですの2曲目がえー、っと「 なんとかかで、センチメンタルに首ったけっていう曲が、それは売れなくて、3曲目、これ失敗しちゃうと、もうやばいっていうぐらいに追い詰められていたらしいんですけども、見事にですねシーズン・イン・ザ・サンは、ザ・ベスト10でトップに躍り出まして、ここがチューブがですねスターダムにのし上がるきっかけになったっていうとこなんですね、そうですねもうこのイメージですもんね。 順調といっても、やっぱりっまあ夏になれば順調、うん、そうですね、夏といえば大体、うん、夏と秋というか、まあ春、春過ぎたところと秋口みたいな感じ、はい、10月とかに、はいえー、曲を出すんだけど、うん、やっぱり夏に向けての曲の方があのヒットをするし、チューブというと夏っていう、そう,ですね、そういう感じだったんですけどもね、聴、うんはい、いていただきましたさあ、今日最後のメッセージは。はいえっと 山川サボぼのいもさんですありがとうございますスケさん大作さんこんにちは七夕より一足早く天に届け願い事もうこれしかないでしょうコロナの一日も早い収束とワクチンの開発です、うん、ワクチンねね、うん、2020年前半はコロナで終わってしまいましたそうなんですよね本当にね。にね、うん、ただ仕事はおかげさまでずっとあって忙しかったです どこへも出かけられず、おいしいものを食べに行けなくて、ストレスの塊の私、うん、大好きな北海道物産展も中止になっちゃいました、っいね、ああそっ確かにそうだよね、そういう催し物とかも全然できなかったし、うん、で例えば、うちで仕事をするような形になってですね、それはそれでいいんだけど、うん、でも、空いてる時間とかに少し何かしたいと思ってもできなかったり。そうですね あるいは少しお休み取ってもいいですよっていうような感じになっても、お休みらしく動けない,い、ね、そうですね,お出,でいねお出かけができない、お出かけができない楽しくないじゃんみたいな、うん、そういうことも多くて、やっぱりフラストレーションがたまる半年だったかなと思いますよね高校野球もなく、春のですねねなんか、本当かわ想そうだったなと思いますけども、も、はい、夏も、ね、甲子園はないんですよね。 うん、そう、でもまあ、あのー、11日からね、はい、静岡県では、うんあの県、県の大会は行われます、はい、で初めは、うんえっと、静岡県真ん中から西東に分けまして、近い方のチーム同士が対戦をして、あ<ー>まあ最後の方はね、 はい、準々決勝からかな、うん、それはまあ普通にの形でやりますけれども、うん、そうだから最初は、浜松球場はもう、この浜松近辺のチームばっかりですよね、はい、前もそういう組み方っていうのはあるんだけど、でも抽選の結果ね、東の方のチームがここへ来て戦うことはあったわけですよね。はいあまあ、そうでも、ね、も今回のの場合はもう11日12日とかこの この辺のチーム同士の戦いというようなことになります、またケーブルテレビで実況しますんで、一、えー、つ、いていただければと、また応援もね、うんはい、それは11日からということですね、はいはい、11日はだからね、あのその後岡山とジュビルの試合も、忙しいですねちょっとぐらい忙しくないとね、取り返さないとね、<の>で年金だけで生きていかれませんよ。<laughs> <laughs> もう一回満額もらえるようになるから <laughs> まだあと一年ちょっとありますけどね <laughs> はいそうまあそれだけで生きているというですかねなんかねえでも元々でも私が払ってたものですからまあそもそもねそ,もそ,もそれがそ,そうですよそもそもう、ね、んもらう権利はあるんだまだいいですよもらって <laughs> えーまあ、七夕より一足早く届け、願い事という、はい、ことでね、皆さんから頂い,いていて、うんまあ、いろんな願い事あると、さらにあると思いますけれども、はい、どうですかね、うん、もう七夕になると、必ず願い事書いたり、短冊書いたりとかね、そういう風習があると思いますけども、もあ,、ね、あ,あるいはお,えお店の企画で書いたりとかね、そういうのもあると思いますけどね。<laughs> 最近、何書いてる最近も仕事が欲しいなみたいな、こと <laughs> <laughs> そういうなんか、あんまり夢も希望もないようなこと、本当にね、なんかあります、なんか願い事 <laughs> 願い事ね、んなんだろうな、<laughs> 基本的には僕、もう願いを叶えてきた男なので、<お>もうね、今さらそうそうね、すごいね、すごいね、うん、結構叶えてますよ、僕、子供の頃からの夢とかね。うん、うん ハンバーガー死ぬほど食いたいとかね、マックのポテト死ぬほど食いたいし、死んでねえじゃい子供の頃の夢だったんですよ、アイスのコーンだけを食うとかね、あー、何そのどら焼きの皮だけがそうそう、子供の頃そういうやると怒られるから、あ子供ではできないことをやりたかった大人になってからね、もう金に物言わせて、全部叶えてやりましたよ、もう大人になってからね。 いいよね。まあうん、ということで、成功者の,あの平野大作さん、そうですね、素晴らしいです、はい、で夢を叶える男なんでね,ね、まあ、ずっとこの先もね、<laughs> 頑張って反映していただきたいと,、ねねね、と思いますけれども、<laughs> 私が生きてる間は反映してください、<laughs> <laughs> そういうなると困りますんでね。はい えー、今日最後の曲、いっちゃいますかね、行、はい、けますか、1978年のお曲なんですけども、はいえー、サーカス、サーカスは今年のね、中止になっちゃった浜松 OB 王子会、<う>ゲストの予定だったんですよ、実は私もあの、なんていうの、うん、広告というか、冊子に広告を載っけるのを、はい、めっちゃ協賛してたんでそれで。はい そうすると、もらすると、私の部屋には、ポスター、浜松ね、帯おじい会のポスター貼ってあって、下の方にサーカスの写真も出てるんですよ。残念ながら、中止になってしまって、サーカスに来てもらうことはできなかったんですけれども、ここでですねやっぱりサーカスといえば、夏だよなっていう感じで、フランスの楽曲のカバーなんですね、これね、聴いてくださいね。サーカス ミササバータイム。はい、えー、ということで、おしゃれな曲をいいてたただきましたおしゃれですね。はいえー、皆さんから、まあ、7月7日に向けてといいますか、今日7月3日で通天閣の日ということで、えー、通天閣の日、天に通じる高い建物ということで、はいえー、皆さんから七夕より一足早く届け、願い事という、天まで届け、願い事ということでね、いただきました来週なんですが、7月10日、はい、納豆の日。はい もうそのまんまんですねだから粘り強い方ですか、諦めが早い方ですか <laughs> ということで、あの質問内にかけておきたいと思います。はい7月1日、水曜、あっ、7月1日じゃない、えー、と8日、水曜午後2時までにお送りください、うん、h、hey はい、アットマーク、フ MHARO.CO.JP、h い、アットマーク、フ MHARO.CO.JP でお待ちしてます。はい。強いですか、大作さんは、うん、諦め早いですか。諦め、ものすごい早いですね。諦めを早くつけるっていうのは結構大事だね。 うん、諦めってあ歩みは切り替え。あ、あ、そうですね。そういうことにもなりますよね、うん。よく言えばそういうこと。粘り強いっていうのはどうなんだろうな。だ、ど、そのケースバイケースだね。そうですね、うん。粘った方がいい時とさ、うん、やっぱり。 ちゃんとこう見極めることができるかどうかっていうところだと思いますけどね、ねえー、どんな些細なことでも結構でございます、<laughs> 一つお待ちしております <laughs>、えー、さあ、えー、もうこれで7月最初の金曜日終わりでございますけれども、はいうん、7月に入ったところで、まあ、今週、半夏粧とかいう、うん、あの半分夏に生きるって書いて、うんえー、やっぱりこう、なんていうの 夏至から十何日たったころのそこにちょうど半月章って花が咲く時期葉っぱがさ、葉っぱが半分白くなるようなやつはい半月章っていうんだけどそんなわけでつけられたらしいですけどもあとこの季節だと紫の花結構咲いてるじゃんアガパンサス結構花火みたいな。 と伸びてひがんだ花みたいにシュッときちゃって上がひがんナより大きい紫のやつがバッと伸びてるっていうのがねあがパンサス多いですね結構ね多いですね見かけますねうんサイさに負けず踊らず結構見るよそうちょっとんか雨が似合うお花みたいなねそうですねお花いかがでしょうかはいお花は順調ですよあのぜひねあ忘れた大丈夫大丈夫なの これエコ,、ね、エコバックッで完成しました,たソイルフラワーズのあ<ー>、ね、おしゃれうんまだ値段決まってないですけど、うん、これもねあのソイルフラワーズ店頭限定で販売しますのであ,あじゃあ取扱お店でそうお店にね<あ>来ないと買えない感じゃあ行ってこうかな、うん、すごいデザインおしゃれですねこれねまたこれちょっと YouTube 見てる方には。 そっちに映してるのね、俺に見せてくんねえなと思って、<laughs> <laughs> YouTube しかないから <laughs>、はいえー。ということで、皆さん、ぜひベージュがあーベースになってますけど、s w、はい、ル l f l o w e r s のエコパックでございます。完成しました、はい。お時間なくなりました、この番組は浜松豊橋のお花屋さん、花粉社 s w ル l f l o w e r s の提供でお送りしました。でではまた来週ですさよならババイバイ、yeah!